うちの職場にアップルパイが苦手という男性がいる。詳しく聞くと、子供の頃は大好きだったそうだ。それは母親の手作りアップルパイ。アップルパイなんて、生地から作れば一日仕事だから、めったに作ってもらえない。誕生日など特別な日だけのごちそうだった。彼のおふくろさんは、彼が中学生の時に病気で他界。その後、市販のアップルパイを食べてみたが全然違う。美味しくない。チェーンでない小さいケーキ屋さんでも別物が出てくる。おふくろの味は幻と消えてしまった。じゃあ手作りならいいのかと、私が作ってみた。今なら、冷凍のパイシートがあるから簡単だし。でも、やっぱり違うという。味というか、匂いが変。薬っぽい感じがする。おかしいな。リンゴ煮るところから、全部化でやったんだから、添加物なんかないよ。ここではたと気づいた。匂い？香料なら入れた。アップルパイに欠かせないシナモンを。それで、シナモン抜きのアップルパイを作って食べさせたら、これだ。と。そう、おふくろさんは、シナモンを入れない、アップルパイを作っていたのだ。後日、彼の彼女さんに頼まれ、うちで作り方を教えた。最近は、作るたびに彼が涙ぐむので恥ずかしいですというメールが届く。おふくろの味が、彼の家庭の味になる日も近い。世話焼きおばちゃんの、ちょっとした自慢でした。